ヘクター・チャールズ・バイウォーターは英国のジャーナリスト、軍事作家。バイウォーターは中産階級のウェールズ人の次男であった。家族はアメリカ合衆国に1901年に移住した。19歳の時、ニューヨーク・ヘラルド氏の海軍関係の記事を執筆するパートタイムを始め、後にロンドンへ海外特派員として派遣された。ロンドンで彼は 英国の海軍のスパイとなった。言語能力に恵まれた彼はネイティブのドイツ人と言っても通用するほどだった。1915年、ニューヨークの公安部における疑わしい活動を調査するために彼はアメリカに送られドイツによる爆破計画を阻止した。数年後、彼は海軍のデータと文書を調査するためにロンドンに戻った。 1921年の著書、太平洋におけるシーパワー、米日の海洋問題の研究において、彼は大日本帝国とアメリカ合衆国との海洋上の紛争を予測し、1925年の書籍、太平洋戦争、日米関係未来期でこの課題を掘り下げた。同書で、バイウォーターは、決戦時の日本の行動やアメリカ合衆国の アイランドホッピングを含め、日本とアメリカの多くの行動を正しく予測した。通年と異なり、いずれの書籍も真珠湾の空襲を予測してはいない。代わりに、彼は、アメリカの植民地であったフィリピンへの空襲が生じ、ついで、太平洋上のアメリカ艦隊に対し大規模な集中攻撃が加えられるであろうと予測した。太平洋戦争。 日米関係未来期は大日本帝国海軍の上級士官らによって読まれた。バイウォーターは真珠湾攻撃の約1年前に亡くなった。彼の死因は病院の検視官報告によると原因不明であるが解剖は実施されなかった。第二次世界大戦後、連合国と大日本帝国双方の多数の軍事的指導者はバイウォーターの太平洋戦争。 日米関係未来期が戦時中の戦略立案にあたっての主要参考文献であったと明言した。その初版本は英語、日本語のいずれもが現在に至るまで収集家により熱心に探索されている。ありがとうございます。